こんにちは、金黒です。 iPhone のブームは平成で終わってしまうのかというお話です。金黒レビューチャンネル。先月アメリカのトランプ大統領は中国に対する制裁としてスマートフォンを含む3300億ドル分関税を引き上げるというふうに正式に発表しました。この発表で多大な影響が懸念されるのがアップルが中国で組み立てをし、アメリカに輸入をしている iPhone です。アメリカの大手金融機関は、この関税分の値上げを、アップル社が今まで通りの利益を保とうと思うと、約 14% の値上げが必要であるというふうに推定しています。さらに日本では、政府の方針により、携帯代金を値下げるために、通信費用と端末代金の完全分離を義務付けて、通信費用は確かに一部下がるような面がありますが、端末代金は今までのように2年縛りで、大手キャリアが携帯代金を一部負担するようなことが禁止され、通信費用が下がっても端末代金があんまり値段を下げることができないので、トータルでは携帯を持つにあたって値上げというような、そういう方針に今なっています。こちらはドコモオンラインショップの iPhone XS256GB のページで、今一括払いだとお値段は 147,744円になります。これは24回払いに変えたとしても価格は同じ 147,744円です。今これは手続き方法としては機種変更ですが、新規契約でも乗り換えでも価格は全く一緒な状況になっています。ただドコモはその対策として24回払いじゃなく36回払いにして、1回機種変更に戻しますが、そうすることによって新しく発表されたスマホお返しプログラムというのを使って24回支払った後に端末をドコモに返却することにより、実際の値段を98,496円にするっていう、こういうプログラムを発表しています。そうすると24回の月々のお支払いは4,104円となります。このスマホお返しプログラムについては私の過去の YouTube 動画にアップしてますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。その他の動きとしては、5月30日の有識者会議の中で NTT ドコモが端末の割引について最大3万円程度という提案をしています。ただ今までのようなキャリアを乗り換えることによって iPhone XR が実質0円とか1円のような、今までのような思い切った販売戦略は政府が規制しているためできませんし、また最初にお話したアメリカが中国に対して関税を引き上げることにより iPhone が値上げしたとしたら、今後iPhone をお安く手に入る方法はまた遠ざかってくる可能性は高いと思います。来年 5G が始まりますが、その時にまた端末代金が上がる可能性を考えると、今後は日本の今の経済状況では新しいハイスペックなスマートフォンはなかなか購入するのが難しくなる傾向になるんじゃないかなというふうに予想されます。金黒レビューチャンネル。どちらかといえばアップルの iPhone は価格帯的には高額な分類なスマートフォンだと言えると思います。その中でさらにアメリカの中国に対する関税の値上げだったり、日本でも通信費用と端末代金の完全分離により端末代金が値上げになっている傾向を考えると、平成の時のような iPhone が爆発的に売れるっていうような状況は少しずつ陰りが見える可能性があるんじゃないかなというふうに思います。特に最近 Google Pixel のような比較的お求めやすい価格の Android 端末が人気があることを考えると、今までのような iPhone が爆発的に売れることはないかもしれないなというふうに思ってしまいます。私は Apple ファンとして今後もiPhone 使っていきたいとは思ってるんですけど、今後の iPhone の価格についてはずっと
いろんな面で観察していきたいなというふうに思っています。今回は日本での iPhone に置かれている状況についてご紹介しました。 Apple 関連の情報の多いこのチャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。